皆さんこんにちは、山口です。はい、というわけで今日はですね、このけいこちゃんの髪の毛を切っていこうかなと思います。この前の28日で8ヶ月やったんですけど、結構ね、なんか前髪とか、あとね、なんかね、謎にね、この耳の上だけ長いんですよ。こうやって前の方とかに持ってくると結構髪の毛伸びましたと。で、前髪ももう今ちょうど目にかかるぐらいになってて、多分結構鬱陶しいと思うんで、これを今日は切っていきたいと思います。山口智文の動画。とりあえず耳の上から切っていきます。そう、はい、初めての記念すべきカット第1号でございます。はい、こちらですね、こちらが、けいこちゃんの初めて切った髪の毛でございます。やめな。よし、オッケー。じゃあ今度はこっち行くで。うわ、長い。ほら、ここだけすごいね、長いんですよ、耳の上だけ。謎の髪型をしていらっしゃる。はいはいはい、嬉しい嬉しい嬉しいですね。はい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 。あー、ちょっと、痛い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 。よし、よし。横はまあまあなんとか切れたかな。ちょっと後ろとか、あと上ですね、トップも少し整えていきたい気持ちではあるけど、やらせてもらえるかな。よし、さあ問題は前髪をどれぐらい切るかなんですけど、まあ可愛くしたいんで結構ブチッといってしまいたいですね。とりあえずおでこ半分ぐらいまで行ってみようかな。あー、かわいい、かわいい、あー、かわいいよ。お嬢さんかわいい、お嬢さんかわいいね。ボンクレーみたいになってるね。おかまじゃないわよみたいな。かわいいやんか。髪の毛ってすごいっすよね。ちょっと切っただけでこんなに変わるんですからね。改めて面白い仕事をしてたなと思いますね。こんなに人の印象を変えることのできる仕事ってなかなかない。前髪まあぶつ切りでもいいけど、ぶつ切りでも可愛いけど、ちょっとだけすいておきます。よし、ちょっとごめんよ、お顔についた髪の毛取らせてくださいね、お客様。おー、気持ちいい気持ちいい。はい、というわけでカットが終わりました。さっぱりしましたね。どうしてどうしてなーになーに。耳の上ちょっと短くして、まああの耳くり抜くぐらいまではさすがに切れないんで、耳半分ぐらいですかね、両サイド切って、でちょっと重たかったんで段も入れて、で前髪はおでこ半分ぐらいで切って、ちょっと軽くすきを入れました。どうした、もう限界、もう一人で座ってるのがもう限界のようです。かわいい。はい、というわけで、けいこちゃんですね、髪の毛切ってすっきりしました。今回はこの動画でした。さようなら、バイバイ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 。